1899年11月3日、ヤップ島で行われた島々の明け渡しの式典1899年のドイツ・スペイン条約は、1899年にドイツ帝国とスペイン王国の間で調印された条約である。スペインは、スペイン領東インドの内米政戦争後のパリ条約で割動したグアム島とフィリピンを除いた太平洋の島々を2500万ペセタで、 ドイツに売却した。米西戦争でスペインは太平洋艦隊とスペイン領東インドの中心地であったマニラを失ったため、これらの領土を統治していくことが困難となった。もともとこの島々ではあまり生産力がなかったため、この島々を売却することにし、ドイツがこれに応じた。1899年2月12日に、当時のスペイン外相であったアルモドバルデルリを 公爵とドイツ大使、ヨーゼフ・フォン・ラドビッツが条約に調印し、同年6月30日には、フランシスコ・シルベラ首相が批准しながら正式に成立した。これによってスペインは、カロリン諸島、北マリアーナ諸島をドイツに売却した。この地は、ドイツ領ニューギーニアとなり、翌年までにドイツはパラオで採掘活動を行うようになる。 これらの島々でのドイツの統治は大日本帝国が第一次世界大戦でこの地を占領し国際連盟の委託統治領となるまで続くこととなる。ありがとうございます。